山王ダムに続いていく河川なんですけども、まあ水量この辺のところ鈴蘭台のあたりではすごく少ないです。ただ雨降ったらねやっぱり山間部なんで水が集まってくるんですよね。なんか結構な貯水量になってきたりします。ですので間にいくつか、まあ何箇所かに水門は設置したいですね。山のダムまでの間にやっぱり雨降った時にあと夜間貯水できますんで、まあこちらなんか普段なんかもカラカラの状態ですね。ただ雨降ったら山の斜面からの水が集まってきて流れてきますよ。これはどちらかな、右から行ったらいいかな。あちらもなんかすごく古くなってる建物の老朽化した建物ありますね。まあ、この辺りなんか植林、枯れてる木とか伐採してその場所に植林とか良さそうですね。平たいんでちょっとだいぶ先まで歩きます。まあ、こちら鈴蘭台から少し南の方に来たところの神戸電鉄の車庫というか、まあ、こういったところがあるんですけども、まあ、結局電気自動車とか水素自動車のトラックで荷物運搬するんだったら神戸電鉄とかの間に普通の通常車両の間に貨物線走らせて貨物列車走らせて、まあ、鈴蘭台の駅まで着いたら一旦こちらに戻ってきて、この辺で、荷物の集配所にしてみたりとか、まあ、そういうふうな、形で、そうすれば、もともと電線引いて、行ってますので、バッテリーなんかいらないんですよね。だから本当はその方が賢いし、やっぱりね、まあ、三木方面とか、小野方面、あちらの方の電車に関しても、それで運びは、電気自動車で運んでるようなものなんですよね。特に腐らないようなものとか、積極的にそういうふうなルートで運んで、まあ、物流のシステムを変えてしまうと。まあ、そういうふうな形ですね。で、鈴蘭台駅から降りて、このまま父親の家まで歩いていきます。途中、石井ダムや烏原の水源地等があるんですが、まあ、昔、港川の東山商店街で、水害があったんですね。港川が氾濫して。で、まずそれを抑え込むような形で、石井ダムを建設して、そちらの方で、まず一旦水を、雨降った時に、せき止めれると。で、要するに石井ダムプラス、烏原の水源地の水量で、自分の顔が映ってましたね。ちょっと電源切ります。こちらの方にも老朽化して多分放置されてる建物っていっぱいあると思うんですよね。で、先ほど言っていた向こうが鈴蘭台駅の方で、で、その手前の方に貨物、で、電車の車庫があるんですよね。その先をちょっと伸ばして、貨物列車用の車両が、集配所を作るとしたら、ここから向こうまで100メートルもないんで、そのあたりに作ればいいんじゃないかなと思います。で、鈴蘭台駅から直線だとこちらまでまあ300メートルから500メートルといったところですかね。まあ先ほどの河川がまあこういった形になってきます。まあいろんな石ころとかがね転がってる状態で、まあ、穴埋めとかに使うんだったら、ああいうふうな、石、地震についてのところに記載してる、していたり、他の、向こう側総括編の3や4で説明してる通り、地震って中で空洞がたくさんできていて、で、そこで、一斉崩落が起きて、で、地面がガタンと下がるんです。だから断層ができるんです。だからそこの穴のできて、穴が開いてる地点とかに、ああいった石を、至る所にありますんで、回収して、穴埋めしてコンクリートを流し込んでいくと。これで貯水量も上がっていくんで、水門つければ、石井ダムまでのところまでが全て、水が貯水できるので、まあ、雨降った後なんですよね。それなりの。そういった時に、しっかりと水が貯水できると。で、通常時、それを、1×1 とか 2×2、3×3 とか 5×5 メートルの、そういった、中央の回転扉式のところで、こう、上手に、夜間は、
閉めておいて、しっかりと発電できるような形にすると。で、その辺りが河川なんですけども、木がいっぱい生えてますよね。で、あの辺りは水位はそれなりに水門作ったら上がってくるんで、まあ木は伐採して木材として活用しましょう。で、まあバイオマス発電とかそういう風な方向でも使えたらいいでしょうし、まあこういったところとかも山間部ちょっと入っていけそうなところの枯れ木、特にまず枯れ木の方からしっかりと回収すると、切ってと。で、そういったものから、まあ木材に使用できるものは使用したいんですけど、基本的に枯れ木だったらバイオマス発電でしょうね。中虫に食われていたりしてスカスカになってる時もありますからね。木材として弱かったらあれでしょうし、でこれぐらいのものだったら水溜めても水量が大したことないから、水門を木製で作ってもいいと思うんですよね。水圧に耐えれるように、例えば厚さ20センチの水門でもいいじゃないですか、木製の。もうそれぐらい厚かったらね、なかなか折れることなんてないですよ。まあこのままちょっと石井ダムの方まで向かって歩いていきます。まああちらは何か上の方にアンテナみたいなのがありますね。で、先ほどから数百メートル先に進んだ地点なんですけど、まあ、あちらが河川ですね。で、そこにある、まあ、岩壁とかって、ね、まああんまり意味ないし、もし穴埋めにしようするとしたらそこでしょうね。まあけどあんまり削りすぎてもね、あれでしょうし、まあこういう風な平たいところで植林して、でこういう余計な笹の葉みたいなのを間伐して、でまあバイオマス発電とかに使用すると、これもね、葉っぱの部分までカラカラに、これぐらいね、こんな色になるぐらいカラカラになって、もっとパリパリになるぐらいまで乾燥したら、もうパリパリのところまで乾燥したらすごくよく燃えますよ。もう紙燃やすようなもので、たくさん放り込んでね、風うちわで仰いだり何かでね風を送り込んだらすごく、最初の火種としていいんですよね。だからこの辺の木材とかも結局ある程度の大きさまで成長していて、これ以上なかなか成長しないなっていうようなところもカットしたりとか、まあここなんか一応ツタみたいな、ツタがこれ葉っぱついてるんですかね、木自体は枯れてるんですよね。だからこういうふうによく見て回収できそうな木材って、バイオマス発電用の木材っていっぱいあるんですよ。あちらが河川の方です。で、山の方の斜面とかに向かって、例えばまあ、高校生のアルバイトの人たちとかが、まあ、もしくはプロの人でもいいですよ。階段を作っていくと、山を登っていく。で、横っちょの道とか広げていって、まあ、まず枯れてる木から伐採していくと。要するに、もしそこの山が崩れた時にね、流木が流れてきても困るから、河川両サイドと、あと、神戸電鉄も走ってるし、安全性高めるためですね。基本的に山の中も多くの部分は岩壁なんですよ。で、まあ元々あった木が冬を迎える頃に葉っぱがまあ落ちていくじゃないですか。そしてその葉っぱが堆積したものがまあ土のようなものになって、そこから木とか生えてくるんですよね。まあ、まず最初は草とかそういったところから、まあ基本的に根っこから生えてきたりとかもするんですけどね。まあそこの下だいぶ降りていけるようになってるのと、あちらが石井ダムの河川ですね。だから大きな水門を向こうの方の橋脚の下に1個作ってしまえば、そこまで多分高さ的にもここから下が多分ダム化できるんですけどね、本当は。だから大雨の日とかにどれだけ貯水できるかがっていうことになってくるんですよね。
もうあちらの最初の方のあのスズラン台の駅の近くから撮影したあの部分、あちらからあの河川をたどっていってもう川幅はどんどん狭くなるばかりで、あとはあの石井ダムの方に続いてるっていう状態ですんでね、雨の日に水門、1×1 とか 3×3、5×5 のところをだけを稼働させておいて、水は溜まるに越したことはないみたいな形で、どんどん水を溜めていきゃいいと。まあ、そういうふうな形ですね。先ほど歩いてきた地点があちらの方で、まあ、溜まるに任せてと言っていた場所がその辺りなんですよね。そこの方と岸壁も全部水吸われないように補修工事等をしなきゃなんないんですよ。あの地点とかはもうすでにされてますね。だから下の森林のところで、ある程度の高さのところまで水溜めれるようにしといた方がいいでしょうね。だからあの橋あたりが一つのポイントかもしれないですね。水門の。で、あちらが大きな水門の石井ダムなんですよ。元がちょろちょろなんで、あちらからね、下に向かって、浄水場があって、その水圧の原理があるからこそ、向こうの方に、港川の方とかがあるんですね。で、その下に烏原の水源地があって、その一歩手前のダムなんですよ。で、その下に浄水場があるので、できるだけこちらでも水溜めれるようにしといた方がいいのはいいんですよね。そうすれば、烏原の水源地自体が、例えば大雨になる前に、先に雨が降る前にかなり排水しておけば、港川の15年ぐらい前ですかね、川の氾濫があって、川で氾濫なんかそれまでなかったんですよね、僕が生まれてから。だから、そのあたりで排水をうまく活用して、で、さらにその時に電力を得るというような形ですね。こちら、岸壁こんな形ですね。ああいうふうに葉っぱがああいうふうな地点に堆積して、で、そこに木が生えてくるっていう、こういうふうな形ですね。山の中って大体こうですよ。結構岸壁のところ多いです。岩石ですね。そういう意味合いの岸壁です。一旦ちょっと電源切ります。だいぶ近づいてきましたけども、あの状態が石井ダムのあの排水溝ですね、中央部の。もともとちょろちょろ河川ですから、あんまり排水溝の大きさ気にする必要がないみたいな考え方なんですよね。ただそれまでの区間をちゃんと水吸われないように工事して、で、木を伐採して、木とかにだいぶ水吸われてるでしょうから、で、大雨降った時に、一応、それなりの水位までは上がるでしょうから、その水をどう活用するかですよね。ちょっと電源切ります。石井ダムなんですけども、あちらから行ったら降りれないです。こちらの階段から下に降りていって、烏原の水源地の方に行くみたいですね。ちょっと行ってみますね。下こういう風な形になってます。で、下に降りてきたところです。先ほどの階段があちらですね。それでは向こうに向かって、烏原の水源地の方へ向かって歩いていきます。あちらが石井ダムで、100メートルほど歩いてきたんですけども、やっぱり川底の方は至る所にああいう風に木が生えてます。で、だいぶ水吸っていたり、ああいう風に倒れていたりしてるんで、木を伐採して、この辺も水がしっかり貯水できるように、水が吸われないようにっていう形の方が、いいでしょうね。もうちょっと向こう行ったらね、あの烏原の水源地です。向こうが港川なんですけども、その烏原の水源地の方へ向こうからこう上がってくるような形で、中学生の頃友達とカブトムシを探しに来たりとか、そういうふうなことをしてましたね。この辺りぐらいまでは来たことあるんですよね。左手が菊水山方面で、右手が烏原の、烏原貯水池方面ですね。
行ってみましょう。まあこの辺のところもね、手入れして植林してあげたらね、ああいう風に余計なものがいっぱいあるんですよね。こっちもそうなんですけども、でちょうど手入れしてあげたら木の間隔はある程度あるから、まあ20年後ぐらいとかを見据えてこちらの方はいい大木になってくれるんじゃないですかね。まあ、あちらの方はね、水吸われちゃいますからね。やっぱりね、ある程度伐採してという形にはなるでしょうね。もう結構すごいことになってますね、川底の方は。少し進んだところがここなんですけども、まあ道横から生えてるこういう木もまあ切ってもらったらいいかとは思います。ある程度の位置のところの木は置いといて、もし何か石とか降ってきた時にその木に止めてもらうぐらいの感覚でいいと思うんですよ。で、まあダムの先がああいったちょっと もう一個こうダムみたいな形状になってるんですけども、やっぱりどこかでちょっと道作らなあかんなみたいな部分はありますよね。木材伐採した時にどうやって運ぶのと。まあそういう話、まあここは菊水山の駅みたいですけど、もう立ち入り禁止になってますね、駅が。駅が立ち入り禁止ってこれどういうことなのみたいな、形にも。まあパワーのある連中だったら木材をある程度、伐採した時に、まあこの辺、まあ綺麗に刈り込んだ後、貨物列車がここの駅に止まってる間に、まあ甲子園を目指すような学生20人ぐらいで木を持って持ち運ぶ、まあ木を丸々一本持つんじゃなくて、ある程度切ってですよ、5メートルぐらいの長さとか、ただある程度ね、けどまっすぐ伸びてる木って柱に使えるから木材としてはすごくいいんですよね。まっすぐ伸びて柱に使えそうな部分は、だからそれ考えての活用にしなかったらもったいないですから、今はちょっと菊水山の駅から歩いてまあそこは菊水山の駅ですね。びっくりしました、もう立ち入り禁止になっていて。ちょっともうちょっと先まで歩いてみますね。もうずっとこういう密林状態ですね。あのあと100メートルほど歩いたら道路ありましたまあまあちょっと先まで行ってみんと、まあ分かんないっていうことですね。まあ周りの風景はこういう形ですね。先ほど歩いてきた道がそちらで、まあこういう風な、そこは唐沢原水源地の浄化水槽ですかね。まあ何かそういう風な部分ですね、浄化するところですね。もうちょっと先まで行ってみます。すごい木を発見しました。これ根元すべて1本なんですよ。その1本1本がこの太さなんですね。そこから先に伸びてる一本一本が、根元がそこですね。まあこの辺すごい木がいっぱいありますね。太い木が、いい柱になる木が。先ほどの木の地点から、まあ、また100メートルぐらい歩いたんですけども、この辺に来たら、まあ、ちょっとした水量ですね。まあもう少し歩いたら、橋がありました。まあそちらから来たんですけども、まあここに設置するなら設置ですね。もう少し進むと放水門、まああちらから歩いてきたんですが、放水門という門があります。でこちらには水を流し込んでないみたいですね。まあもうちょっと先行ったら何かわかるかもしれません。少し下ると、まあこういう風な形になってました。少し先ですけども、まあ、あちらの方にみんなで守ろう、きれいな水って書かれたところがあって、でその下から、その下に向かって、階段がついていて、でそちらが河川ですね。でこの辺りの木も大きいんですけど、こちらの木ももう枯れてきてるんじゃないですかね。ああいう風に外も虫に食われてますけど、多分中もスカスカになってきてるでしょうから、早く伐採した方がいいと思いますね。まあこういう木ですね、苔が生えて草が生えてきてるような状態。今4月ですからね、先の方の木もなんかこう皮をむきたら、むき出しになったら、ああいう風な状態で、木もね、放っておいたら腐ってきた時に、
食われますからね。中もあの伐採したら、そこの方のところが、虫に食われてスカスカなってる聞いて、道路横とかに都市部で木植えたりしてるじゃないですか。ああいうふうなところでも切ってみたら中がそんなものだったっていうのもいくつかありましたからね。まあ私の家の近くのところの藤原台のところで、まあそういうふうなものがあったんですが、まあああいうふうなの邪魔ですよね。水吸われるから、いろんなところで、まあ水を吸うような、連中というか、まあ草ですね。あ、本当はコンクリート化しなきゃなんないんですよ。もう、魚なんか絶対いないです、こんなところ。軽湯の方にちょっとした魚いますけども、食べられませんから、もう、そんなこと気にしなくていいですよ。まあ、あと、こういう木とかですね。両サイドはとにかくカットしておかなかったら、道路が、木の根っこが成長して大きくなってきたときに、ボコボコになってくるんですよね。で、いちいち道路工事もしてらんないんで、できるだけ本当はカット、しっかりしていくと。で、多分、そこの方の根が、あちら河川、砂じゃないですか。で、それがそこに、まあ、染み込んでいってですね、要するに木の根っことかに吸い上げられていると。まあ、ただこの木とかもあんまりその健康状態も良くなさそうですね。だから水吸いすぎたら吸いすぎたで木が、根っこ腐るんちゃいますかね。だからある程度のところまでは両サイドもう気兼ねなくカットするような形でいいと思いますよ。ちょっと撮影一旦止めます。まあ先ほどからちょっと歩いてきたんですが、この辺りが唐沢の水源地です。まあやっと水源地らしくなってきましたね。まあだいぶ歩いてきたところですけど、もう少し向こうまで行ったら唐沢水源地のまあ港川の方ですね。で、この辺り、向こうの方に道路通してあるんで、この辺りの木とか伐採した後、まあ植林地、植林地じゃなくて植林したりしたらいいんじゃないかなと思います。まあ枯れてる木も結構あるんでね、バイオン発電に使ったり、まあ道端にこういうふうに至るところに木があるんで、で、やっぱり両サイド、岸壁これぐらいの高さ、向こうの方にも道が本当あるんですけども、まあ林の中に、まあこれぐらいの高さのところまでに合わせて、まあ木は全部カット、まあちょっともうちょっと上のところまでカットするぐらいの方がいいかもしれません。根っこは残りますからね、まあ、そういう風な木たちに、だいぶ水を持っていかれてると。まあ、そういう風な部分がありますんでね。そこは道路です。ああいう風にね、道路がずっと、続いていて、ちょっと僕は、水源地のすぐ横をね、通れる道がこういう風にありますんでね。そこを、通ってる次第です。ちょっと電源切ります。まあ唐沢原水源地のだいぶ麓の方に来ました。で、あちらが水門ですね。もしかしたらその下にも水門があるかもしれませんけども、まあ向こうの方から河川があるんで、本当はそこの底にね、まあそこをまだ落差あるから、向こうの河川に向かって、まあ麓の平野あたりのところまで、まあ、地下水流発電を、むき出しのままでもいいですからね。設置するとかね。まあ、そういうふうな、距離は短いですよ。もう、数百メートルもないと思います。まあ、もうちょっと先行って、しっかり、歩いてみたらわかると思うんですけども。まあ、そういうふうな工夫ですね。地下水流トンネル発電を、各地点に、まあ、2メートルかける2メートルでもいいと思うんですよ。普段からね。そういうふうな形で作っておいて、いろんなところで落差、高低差があるところに、設置していくと。で、そこで、大量の電力を得ると。まあ、2メートルかける2メートルでも、片一方、まあ、真ん中にシャフトがあって、片一方の羽が1メートルですから、約、まあ1メートルあるかないかだから、まあ、それを安定して、流せるような状態を、昼間なりに作って、まあしっかりとした電力を得ると。まあそういうふうな構想ですね。そちらの方にですね、水位、
の、示すものがありますけども、マイナス、2.5、まあ、メートルだと思います。その次はマイナス 0.9。だから、まあ、差が 1.6メートルなんでしょうけども、その水位まで来るのにどれぐらいの水が必要になるかっていうことを考えたら、まあ、なかなか、一番上の方までは水来ないですよね。まあ、石井ダムから順番に移してますので、水が集まってくる地点。あとは、雨降ったら山間部の、間から集まってくる水で、なんとか成り立ってるっていう部分ですんで。で、ちょっと門の方へ行ってみますね。大正3年にこちらの橋は作られたみたいですね。まあ、あちらが水源地で、先ほど対岸のところに、まあ、水門があってという話をしていましたが、そこの方を見てもらったら分かる通り、あれぐらい落差あるんですよね。で、まあ、水流し込んでるみたいなんですけども、まあ、こちらは、ね、水門があちらなんですよね。あの辺の壁とかも全部取っ払って、向こうの中央、そこぐらいからか、まあ、一番手前のところでもいいんですけども、なんかあの辺のところで水を吸い込んでるんですかね。あの辺りもなんか水吸い込んでる地点ありそうですね。まあ、それで流し込んでるのか、まあ、地下水流トンネル発電の形で斜めに、作ってしまった方が、いいと思いますよ。その方が発電量は絶対大きいです。まあ 2×2 でもいいと思うんですけどね、この辺りだったら。なかなかここの水位がそうそう溢れかえるところまで上がってくるとは思えないんで、いざとなったら門を開けたらしまいですからね。あちらから下ってきたんですけども、まあ、この辺も老朽化した家がいっぱいありますね。こういう風なところも解体した方がいいでしょうね。この辺りにゴンタ天神なんとかって、まあ、あちらの方から行ったら多分下れるんでしょうか。ちょっと向こう行って、ダムの辺りがどうなっているのかっていうところを撮影しますね。まあ、あちらはああいう風に岩壁が固められていてっていうところですね。一応先ほどああいう風な道を細い山道を歩いて下るような形になってますんで、特にこの辺りに関しての木は、まあ、枯れてる木以外は、残しておいた方がいいでしょうね。それである程度足場支えてる部分も多分何箇所かはあるとは思います。まあ、これが石井川で、石井川っていう名前なんですけども、ちょっとね、今橋の名前と頭なんかちょっと一瞬ごちゃになって、向こうの方の側面がそうですね、下の方はもうカットしてもいいと思うんですけどね。まあ、見たら、けど基本的に岩壁だから木カットしていっても大丈夫かもしれないですね。カットした方がいいかもしれないですね。ちょっともうちょっと向こうの方まで行ってみますね。ちょっとまあ上の方に登ってきたんですけど、向こうの方がダムの水門のところですね。で、この辺りの木もすべて、まあ、カットという方向性ですね。で、あちらの方の橋のところに、石川って言ってたところに、まあ、水門を設置して、この辺のところとか、そこの方のところをすべてきれいにして、で、こっちの道から行けるのかな。まあ、何かもう古びた小屋とかいろいろありますけども、ちょっともうちょっと進んでみますね。ちょっと上の方来てみたんですけども、ちょっと向こうの方がダムなんですね。で、ちょっとこちらから行けるのかどうかちょっと分かんないんで、一旦引き返します。まあ、途中で撮影した、まあ、水門のところですね、カラスガラ水源地の。あちらの方から、まあ、まっすぐに、2×2 ぐらいで
ストレートトンネルで、で、しっかり発電できるように、まあ、こさえておくと。まあ、水位上がったら上がったでね、開門したらいいんで。では、下流の方はどうなってるか撮影します。一瞬、今までの光景見た限りで、河川の氾濫がありそうに見えないでしょ。まあその辺何がどうなっていたかっていうところをちょっと撮影しますね。次の橋があちらですね。まあ両サイドはああいう風にお家が立ってますので、このね橋の奥の方が高さ出てますんで、そこまでを水門設置するような形がいいんじゃないかなと思います。まあこの辺りが最終地点で、あとは港川の熊野橋あたりになってくると思うんですけどね。まあ高さ出てるでしょう。あの奥ぐらいのところに水門を作って、でそこの方にまあ 1×1 ですね。でこの手前のところとかにも、まあ 1×1、3×3、5×5 まで一応作っておいた方がいいかもしれないですね。で手前の方にも大きな回転扉式、まあもうちょっと先まで行ってみます。この道はちょっとねあんまり通った記憶がないんで、まあこんな風景ですね。まあ、ちょっと歩いてきたところですけども、こちらの方も老朽化がすごいですね。壁の亀裂とか、まあそこは解体した方がいいでしょうね。一応この辺りまでは車は入ってこれそうですんで、まああちらの家とかもすごいですね。ここはね、三王町1丁目1ですね。あの辺りの建物、そうですね。どうなんでしょうね、この辺りまだ人住んでらっしゃるんですかね。この辺りもなんか人いなさそうな気配ですけどね。もうあんなに草生えて、あの奥のところとかもそうですね。あの辺りが前撮影した一部のところかな。まあ、この辺りがそうですね。老朽化すごい激しいところ。木の扉があんなんですね。すごい昔ながら。なんかどういうふうな順番で重機が入っていくかとか、まあ、そういうふうなことにもなってくるんでしょうね。まあ先ほどの撮影したところから降りてきたところが、まあ、こういう風な形になっています。そしたらもう一旦電源切ります。まあ昨年撮影していたグラウンド、ほったらかしになってたグラウンドは撤去して空き地化してくれてますね。であちらの方のまっすぐ進んだところはカラスガラ水源地からの、水路です。まあ河川ですね。まあ向こうの方を見るとああいう風な形になっています。で右手の方にあった河川なんですけども、あちらの方が三王ダム、まあ、山の王と書いて三王ダムと読むんですけども、まあ、あちらの方から、まあ、来てる河川で、で、この河川と結局合流してるんですよね。で、もう少し先のところに左手の方に東山商店街等があるんですけども、この合流地点のところで、その、
すごい大雨の日の時に、河川が、増水して河川が氾濫したんですよね。だからここまでの水位の高さまで、来るっていうことなんですね。あちらの方が山王ダムからの河川です。そんなにまあ大きくないんですけども、まあ、けどあちらの方はあちらの方で山王ダムの上流部に、多分ドントダムから続いていくような形で河川が流れてきてると思うんですけども、まあ、もっと上流の方は、花山あたりからですね、それがまあこういうふうに流れてきてるんですけども、その辺のところまでもう水門いろいろな箇所に設置して、で工事等しっかりすればこちらのところまでで、まあ、こういう日でもそれなりの水位に持ってくることができるんじゃないかと、まあ、そういうふうな部分はありますね。一旦電源切ります。まあ、先ほど撮影してた河川があの位置なんですけども、このようにまあ、カーブしてるんですよ。こちらからこう見た方が分かりやすいですね。で、あちらの先に、東山商店街とかがあったんですね。だから、その、カーブしてる分、水量、高さがどれぐらい水が来てたんでしょうね。ちょうどあの辺りまでの水位だったのかもしれないし、この辺りの水位まで来ていたのかもしれないです。ものすごい大雨の時にですね。で、そのカーブのところで、あちらの方の商店街に、その、水が流れ込んでいったというような、まあ、ニュースでしたね。そちらが熊野橋です。ずっと進んできたところ、川底とかをちょっと見てるんですけども、まあ、ある程度草撤去したりとか、ああいう風に、なんか湧き水が出てきてるところもあるみたいですね。で、カーブの先のこのストレートの位置のどこか端のところで水門、1メートル ×1 メートル、3メートル ×3 メートルと5メートル ×5 メートルで、まあ、回転扉式の発電機を設置で、本当に大雨の時は半分ぐらいまで河川水量来ますので、まあ、このストレートのところ自体を、まあ、そういう風な回転扉式をちょっと上の、まあ、高さというか、まあ、各シャフトがそこに沈んでいて、シャフトから上の位置ですよね、まあ、回転扉をつけておくような形で、これ間に全て設置してしまうっていう構想もあるんですよね。で、まあ、幅、まあ、7メートルぐらいですかね、河川の幅、まあ、それぐらいの、回転扉で、そこまですると、まあ、この地点と、まあ、向こうの方のあのストレートのところから、だから大雨の時にものすごい発電をするのならその構想なんですよね。で、蓋をしてしまった方がいいかもしれないですね。まあ、一旦これぐらいで、撮影、終了します。まあ、向こうの橋の上から見た風景撮影しましょうか。まあ、こちらがもともと東山小学校だったところで、現在夢の丘小学校という名称に変わってますね。まあ、しっかりと建設してくれてます。丸小建設さんが作ってくれてましたね。僕の同級生だった男が就職したところが丸小建設と、まあ、いうところだったんですね。これが港川ですね。文字がね、右から港って書いて、その横が川ってなってますけども、まあ、ここのトンネルの下になんか入っていけるとか、まあ、ここから港の方まで結局、ああ、ちょっと見えないか。昔はこんな石造りじゃなかったんですけど、まあ、ああいう風な形ですね。その辺りぐらいの地点までの設置。だからその間、約その7メートルの回転扉式を設置する箇所を、
まあ、約100メートルから200メートルぐらいの地点ですね、大雨時用に。で、その一番手前のこの河川のところあたりで水門、あの 1×1、3×3、5×5 の設置でいいと思います。